靖国神社みんなで、靖国神社に参拝する、国会議員の会みんなで、靖国神社に参拝する、国会議員の会は、日本の超党派の議員連盟。自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、NHK と裁判してる党弁護士、法72条違反で、希望の党と無所属の国会議員から構成される。公明党、共産党、 社民党から所属する議員はいない。靖国神社に祀られている英霊の合霊たちを国会議員みんなで参拝しようという趣旨で1981年に結成された。初代会長は竹下登、初代幹事長は橋本龍太郎、初代事務局長は村上正久に。日本遺族会を中心として国会議員の靖国神社参拝を念願する。 団体も支援している。1993年の第40回衆議院議員総選挙で与野党が逆転し、非自民非共産連立政権が発足。それに伴い参拝する会も一部分裂し、みんなで靖国神社に参拝する新政党国会議員の会が結成された。翌百九十四年に非自民非共産の野党が合同し新進党を結党した。 ことに伴い、新政党国会議員の会は、靖国参拝議員連盟と解消。1997年に、新進党が分裂し、民主党の結成や保護連合構想が模索される中、政界再再編への前触れとして、両議連が合流し再び、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会が発足。会長には、 元国土庁長官の奥野誠介が就任した。終戦の日の8月15日や靖国神社の春季、秋季礼大祭には、例年メンバーが集団で参拝しているほか、議員本人が参拝できない場合は、秘書が代理として参拝している。2009年の政権交代後、しばらく現職の国務大臣や副大臣の参拝は、されなかった。メンバーである、 第12.13大総務大臣の原口和弘は、閣僚退任後の2010年秋期例大祭も参拝しなかったが3日後に参拝し、2011年終戦の日に参拝している参照2012年に松原仁志国家公安委員会委員長、続いて羽田雄一郎国土交通省が現職閣僚として参拝を行った。ありがとうございます。